このモードはヒーローの活躍を追体験できるぞ。このモードはヒーローの活躍を追体験できるぞ。精神の話はよして現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷出久、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。世界総人口の約8割が何らかの超常能力個性を持っている世界で、かつて誰もが空想し憧れた職業が脚光を浴びていた。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕たちを守ってくれる存在。そして名実ともにナンバーワンヒーロー、誰もが認める平和の象徴。僕は彼に心の底から憧れていたんだ。きっかけは古い動画。もう大丈夫。なぜって私が来た。彼の名はオールマイト。どんな状況でも笑顔を絶やさず人々を救ってくれる最高のヒーロー。そんな彼が言ってくれたんだ。無個性の僕でも君はヒーローになれると。そして受け継いだ彼の個性、ワン・フォー・オールを。夢は現実に。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。へいへい、さてお待ちかね、ストーリーモードの始まりだ。対決ってやつだ。心してかかれ。シークレットと呼ばれるボーナスを獲得するために特定の条件があるものも存在するみたいだぜ。かませプルスウルトラ。いよいよ始まった職場体験。僕はレッツストーリー。雄英高校の一大イベント、雄英体育祭から数日、オールマイトの担任だったヒーロー、グラントリノから職場体験の指名をもらった。額に胸を膨らませていた僕を待っていたのはオンボロの事務所、そしてご飯をこぼして転んでいるおじいさん。名前を言っても「誰だ君は、トシノリ」って全然通じてない。相当なお年とはいえこれはやばいぞ。そもそも年乗りって誰なんだ。僕、早く力を扱えるようにならなきゃいけないんです。俺マイトにはもう時間が残されてないから。だったら、
だったらなおさら打ってこいや、受精卵小僧。修行だ修行、チュートリアル始めるぞ受精卵小僧。全ての攻撃方法を確認したら教えてくれ。力の使い方が点でなっとらん、あの正義バカ。オールマイトは教育に関しては素人以下だな。見てらんねえから俺が見てやろうってんだ。さあ撃ってこいや。すっそこだ。後半いで次この一やるねえ。衝撃はつなぐ。いいぞ。すいやそこだ。いい動きだ、はい、この勢いでやるねえ。うわっいいぞ、いい動きだ。そこだ。うわっつき、いいぞ。うわっうちこっ、やるねえ。衝撃はどうしよう。
だ。うわっ、衝撃は！いいぞ、打ち込め。やるね。いや、衝撃は！何を企んでる。おじけづいたか。見てらんねえから俺が見てやろうってんだ。さあ撃ってこいや。かかってこい。何を企んでる。まだだ。撃ち込み。いい動きだ。いいぞ。衝撃は。はい。ぐるっと。やるね。衝撃は。おはい。やるね。いいぞ。衝撃は。真上に。よし、やるか。レディークラッシュ。こちらから。そこだ。はい。ぐるっと。つらい。どうや。打ち込め。やるじゃないか。やるじゃないか。やるしかないんだ。思ってたよりできる。だが硬いな。そして意識が違うだ。だからこうなる。オールマイトへの憧れや責任感が足かせになった。足かせ。年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。一方グラントリノは僕にわずかなヒントを残し、のんびりご飯を買いに出かけてしまった。これが憧れオールマイトの神グラントリノの元での職場体験の始まりだった。いよいよ始まった。さあいよ、さあ始まるぞ少年。いよいよ始まった職場体験。僕は ネット、コスチュームやアクセサリーの変更でどっかわいくカスタマイズしてみましょう。興味ありさ。どっかわいいカスタマイズは。本気でと今僕笑って答え。装備が変更されていますよ。
やアクセサリーの変更でどっかも。このモードは